お疲れ様です。冒頭3件ございます。今年の1月からジブチを拠点として海賊対処行動に従事してきました、第38次、派遣海賊対処行動航空隊要員の交代につきまして、ジブチ政府との調整が整いました。今月18日に第39次隊および支援隊第14次の支援隊の一部がジブチに向けて出国をいたします。出国前、6月の4日から、今回出国する隊員は停留に入っております。14日間の停留を日本でした上に、PCR 検査を実施し、ジブチ到着後さらに向こうでも2週間、停留をすることになります。任務開始は7月の上旬ということになろうかと思います。中東地域における情報収集活動のために5月10日に、佐世保を出港しました霧雨、本日、午後3時過ぎ、15時過ぎですね、護衛艦高波と交代をし、活動を開始をしたところでございます。霧雨はPCR 検査で、全員の陰性を確認した後、日本近海で14日間健康状態を観察し、その後地域に海域に向かいました。しっかりやってもらいたいと思います。先日 RE100 および再エネ100宣言、アンバサダーに就任し、最終的に電力再生可能エネルギー 100% に転換することを目指すということを申し上げましたが、同じようにこの再生可能エネルギーの導入をより一層進めようとしている環境省とこれまで以上に連携を深めていこうということで、環境大臣と合意をいたしました。硫黄島ですとか南鳥島、あるいはさまざまな離島、その他、いろんなところにあります自衛隊の施設で、再生可能エネルギーの導入が、進むということはエネルギー面での強靭化につながってまいりますので、しっかりやりたいと思いますし、環境省がやろうとしている災害に強い再エネ導入のモデルということにもつながってまいりますので、お互い協力して具体的なケースを進めていきたいというふうに思っております。私からは以上です。幹事社テレビ東京から一つだけお聞きします。7日の沖縄県議選で玉城知事を支える県政与党が過半数を維持するという結果になりました。この結果の受け止め、そして辺野古の埋め立て工事に与える影響について大臣の考えをお聞かせください。以前も申し上げましたように、地方選挙について、防衛大臣としてコメントするのは差し控えたいと思います。地方選挙と工事とは別物でございますので、沖縄防衛局の方で、受注者及び米軍と調整をして、工事再開のスケジュールを決めるものと思います。お願いします。東京新聞の山口です。今の質問に関連しまして、幹事社が言った通り、沖縄県議選ではオール沖縄陣営が僅差で、与党を維持して、一方でその自民党の議席を増やして公明とか無所属を、保守系無所属と合わせると過半数に2議席というふうに迫っています。で、今回の結果を受けて、その地元の沖縄の辺野古移設に対する理解が進んでいるというふうに捉えているのかどうか教えてください。申し上げましたように、地方選挙についてコメントするのは差し控えたいと思います。で、もう一点、辺野古の工事再開について、河野大臣、これまで業者であるとか米軍との調整を進めているというふうにおっしゃったかと思いますが、具体的にその
地元業者であったり、米軍はこの工事再開についてどのように防衛省に言ってきているのかどうか教えてください。すみません、沖縄防衛局にお尋ねください。日刊神戸新聞社の島田です。防衛技術で重要な防衛技術ですとか重要部品を手掛けている、中小企業ですね、それの今コロナで疲弊している関係で中国なんかに買収されるリスクが高まっていると。でこれをなんとか防げないかということで、自民党の議員連盟の中でも今の対策を協議始まっているかと思いますけれども、防衛省として、実際にそれを手掛けるのは内閣府だったり経済産業省だったりすると思うんですけれども、今後上場企業じゃなくてその中小企業の買収防衛策ということでですね、防衛省が経産省や内閣府なんかと、どういう共同行動というか連携を取っていくかについて考えるのをお聞かせいただけますでしょうか。非常に重要な問題だというふうには認識をしておりますが、防衛省単独で何かできるということではございませんが、少なくとも防衛省として状況の把握はしなければならないというふうに思っております。その上で与党あるいは NSC その他相談しながらできることを進めていきたいと思います。現時点で特にこれをということではありませんが、考えなければいけない、認識しておかなければいけない問題だというふうに思っております。状況の把握っていうのは、平たく言うと例えばですけども、三菱重工とか NSC をなんか通じてその取引業者のヒアリングしていくっていうような意味なんでしょうか。でまた大手の方ですとすでに重要機密に直接タッチする担当者を限定するとか、必要な中情報をやり取りするときに国家安全保障局に必ず報告するようにするとか、なんかそういうルールがあると思いますけれども、それを例えばその中小企業も中堅中小企業を拡大するとか、なんかその辺のイメージはいかがでしょうか。コロナでさまざまな影響がいろんなところへ出ていると思いますので、まずどういうところにどんな影響があるのかということをしっかり把握することに努めていきたいと思います。NHK です。よろしくお願いします。大臣、冒頭で再エネの導入について環境大臣と合意をしたということなんですけれども、具体的に離島での再エネ導入以外でどんなことをしていくのかというのを合意したのか教えていただけますか。合意したというか意気投合したというのか、一緒にやりましょうということです。特に、今離島に例えば自衛隊重油持って行って発電機で、というようなことをやっておりますけども、風力発電ですとか太陽光ですとか、なかなかまだ波力というところまではいかないのかもしれませんが、そういうことを考えられると思いますし、あるいはレーダーサイトのようにこう山へ一本道で行っているようなところで、災害が発生した場合に、やはり基地の中で自前で、発電ができるような再生可能エネルギーの施設があれば、強靭化につながっていくと思いますので、まず再生可能エネルギーをしっかり入れていく、そういうプロジェクトをちょっと環境省と相談しながら進めていきたいと思います。具体的にいつまでにとか、そういうスケジュール感はどうですか。こういうコロナの状況もありますので、なかなか今スケジュールを具体的に申し上げるのは困難でございますけれども、硫黄島ですとか南鳥島ですとか、いくつか候補地は出てくるだろうと思います。朝日新聞の寺本です。今の質問に関連して再エネに関してなんですけれども、そもそもこれはどちら側からの呼びかけで、環境省との実現したのか、並びに今後の進め方はどちらが主体になるのか、もしくは対等な関係でやっていくのか教えていただければと思います。正直どっちだったかあんまり覚えてません。
まあ、お互いやろうよっていうことですから、まあ、これから少しいろんなプラン具体化していきたいと思います。主体性はどちらになるんでしょうか。どっちでもいいと思います。毎日田辺です。今の件でなかなかそのコロナの状況で、まあ、進めにくいということで、まあ、多分何もまだ固まったものはないんでしょうけど、であるなら今発表した理由というか、それは何なんでしょう。先日防衛省も RE100 のアンバサダーに就任しましたんで、まあ、環境省と一緒にそういうことならいろんなことをやりましょうということで、今朝環境大臣も記者会見でおっしゃってると思いますので、それじゃあこっちもということです。意気投合したというのが何か別に今日の朝したとかそういう意味ではなくて、それは多分前々からいろいろそういう話がされたと思うんですけど、そういう意気投合っていつ何かあったんですか。いや、防衛省もアンバサダーやりますよというところで、それじゃあ少し具体的に号令かけましょうということで。青森東日報と申します。冒頭の中東派遣についてなんですけれども、中東派遣についてなんですけれども、現在は那覇基地の部隊が現地にいると思うんですが、代わりにこちらから向かう部隊は八戸という認識でよろしかったでしょうか。また部隊の規模等が分かれば教えてほしいんですが。部隊の規模、何人ぐらい派遣するんですか。少々お待ちください。部隊の、八戸のですね、第二航空軍から行動航空隊を派遣をいたします。それから支援隊の方は宇都宮の中央即応連隊を機関として陸上海上で、構成をすることになろうかと思います。八戸は67人だそうです。あと詳細必要なら事務方にお尋ねください。ありがとうございます。合わせてなんですけれども、主力の部隊の方が八戸からという理由というのは何かあるんでしょうか。ということです。ごめんなさい。P3C ですので、P3C を持っている部隊がローテーションで出してます。今回八戸ということです。あと現地の方との調整が整ったという説明だったかと思うんですけど、これは現地の方でコロナが収束しているとかそういう理由からでしょうか。現地の方と調整をしてたのは、こちらで2週間隔離をすれば、あるいはまあこちらで2週間向こうで2週間、隔離をすれば一応コロナにかかっていないということが確認できると。今多くの各国の軍と話をしてますと、 PCR は陽性の確認には使えるけども陰性の確認には使えないんだと。やはり陰性の確認をするには PCR を、まあ、やるやらないにかかわらずその14日間の停留が、必要だというのがどうも基本になっているようです。まあ、こちらも送り出す以上隊員の健康を確認しなければいけませんので、こちら側で停留をしっかりやりますが、ジブチ側はジブチに来てから2週間停留せいということですので、まあ、合計4週間になりますけども、それはやりましょうということで、こっちも向こうも2週間停留をする、そういうことで、実際の交代は7月になります。ありがとうございました。今の一部の交代に関係してなんですけども、そして日本国内での14日間、ジブチに行ってからの14日間に加えて、日本国内での14日間というのは、これ、ジブチ側が求めていて、まあ、日本側としても受け入れたということで、ジブチは向こうだよね。行く前に2週間、うん、行ってから2週間、うん、両方やるっていうのは、うん、日本側の、こっち側だよね。
あのジブチはとにかくジブチ入ってから2週間ということですけども、こっちは送り出すときに自分の隊員の健康の確認をしなきゃいけませんので、まずあの2週間やるよということで、でまあ合計すると4週間になりますが、まあ、二重の意味で確認ができていいんではないかなと思います。あのちなみにあの現在はその八戸の方で隔離というかそういう状況になっているということ6月4日から、停留に入っていると報告を受けています。ジブチの停留はジブチでの自衛隊の基地の中で、そういうことです、はい、あの今特に基地から外へは、出ませんので、あのジブチの国内コロナがやはり感染者増えているようですので、なかなかこう基地から外へ出るというのも今難しい状況に正直なっています。ありがとうございます。NHK のです。あの2点お伺いしたんですけども、まずあの環境省との話なんですけれども、大臣この間あの台風19号のゴミとかですね、環境省といろんなことをやっていこうというふうにおっしゃってますが、これはその大臣が環境省のやってることに共感を覚えてるからなのか、それともその進次郎さんと馬があるから一緒にやっていこうという話なのか、そこはどうなのかというのと、あのこれ関連する費用を概算要求とどういうふうにしていこうというふうに考えるでしょうか。あの概算要求についてはこれからまだ詰めないといかんと思ってますし、あの今年再エネ最低で 30% の電力の調達をやりまして、今自衛隊の調達電力能の 7% とか 9% までいっております。あの今回を少し、これぐらいのことできるんだなと分かりましたので、来年度はあのいろんな意味でもう少し頑張ってやりたいというふうに思っております。あの環境省とは、災害廃棄物で、これまで自衛隊は協力をしておりましたが、あのしっかりマニュアルを作る必要があるねということで、まあ、環境省と合意をして今マニュアル作りをやっているところでございます。あの再生可能エネルギーについては環境省も小泉大臣が旗振ってますんで、自衛隊も同じ方向を向いてますんで、それじゃあ一緒に協力できるところはやりましょうということになりました。あくまでもその政策ベースであって、新次郎さんと連携している分野があるからやってみようということはないという理解でよろしいですか。まあ、あの政策ありきですよね、はい。それのジブチの方なんですけれども、あのなかなか良い交代できずですね、負担もかかっていたと思うんですが、うん、そうした状況があることをあった中で今回交代できることについてどう受け止めていらっしゃるのか、またまあ、行く対応も、まあ、当然変わるとは思いますけども、どういうふうに送り出していこうというふうに考えでしょうか。あのジブチもそうですし、南スーダンのアンミス、それから MFO、これからいろいろ交代をさせなければいけないという状況に来てますんで、あのそれぞれ、国連 MFO あるいは相手国南スーダンエジプトとしっかり調整をしていきたいと思います。あのどこの国もコロナの状況が非常に厳しいものですから、隊員の生活環境勤務環境結構あの厳しい中にあります。そういう中でしっかりあの勤務できるように我々としてもバックアップしていきたいと思っておりますし、あの今度のさらにその次の交代をどうするかということについてもですね、あのなるべく早手回しに決めて動けるようにしていきたいというふうに思っております。よろしいですか。では終わります。ありがとうございました。